はい、ということで皆さん、ベルコスやっていこうと思います。対面はカタリナです。相当きついですね。前の試合ではフィザ相手に6レスしました。連戦でよろしくお願いします。だからこいつやっぱ使ってわかるけど強いよ。で2個は3個は揃った時のパワーというかダメージが半端じゃなすぎる本当に。お3作溜まって結構大ダメージ入ったね。でポーション早めに使いましょうね。体力も6あるぐらいになったら使った方がいい。で吸収装置は全部のミニオンに結構均等に使っていく。全種類のミニオンにね。あでこれね、ここでダブル取ります。でこれダブルをさ2回打つでしょ。でこう前衛に9、後衛に E 打つとウェーブクリアできるんですが、まあ、ちょっと E の打ち方が W の打ち方が浅すぎてね、なんかうまい感じにいきませんでした。すいませんでした。でこれがね、あのベルコズの一番の長所、あの爆速ウェーブクリア。いっちゃん早い。4レベでね、ウェーブ全部ぶっ飛ぶからね。スキル全部打てば。それフィズはね、近づくともう怖すぎてやばかったんだけど。オーケー、ナイス。いいですね。で、ウェーブクリアして、やっぱこの Q でハラスする。あ、うまい。これ飛んでくるでしょ。ダブル外したわ。最高。分かってはいたんだが。で、次 CG ウェーブでしょ。で、CG に吸収どっち使って帰ろう。ポーションも使っちゃいます。なので。序盤弱くて対面に1対1勝てない時のコツは、相手がロームしたと思ったらレーンをプッシュすることです。いや、マジでこのチャンピオンのキルラインわからん。あ、もうこれさ、Q むずいんだけど。今かっこよく横に打ってさ、当てようと思ったらさ。これ飛んでくるでしょ。なるほどね。えいえいえい。お、やった。タワーありがとう。タワーさんありがとう。強いわ。あ、ベブクラ早すぎる、こいつ。W さえしければ早いな。フルーツ食いたい。あ、ちなみにこれね、まあファームしてるだけでね、どんどん差はついていくよ、カタリナと。スケーリングの差がありますからね、皆さん。こいつ、うざっ。全員に当たるようにして、よし。ここで隙を見てボットに歩いてってみるか、カタリナいなくなったし。いや、結構下がったな。ここね、ボットのね、反応見るの大事だね。あー、ダメか、今ね、いけると思って。今ね、カタリナね、いいよね。全部使い切ったから、ワンチャンあると思って仕掛けた。結構いいね。やっぱゴースト持ってると、こういう動きに幅が出ていいな。マジで、全然違うよ。プレイ感が。で、このチャンピオンね、あ、ユニアの方が大事です。スキルを回しまくってパッシブを発動させるってのが目的のチャンピオンだから、もうスキルヘースが一番大事なんだよね、とにかく。そう、このチャンピオンのピョンタ、もうオタラックモーションはね、優秀です。弾速も無限なので野草の W を貫通します。まあ、これもこの前言いました。一応ミッドミアだが、これ寄るとですね、カタリナにぶっ壊されるので。でこれ寄ったでしょ、カタリナが寄ったと同時に押す。押してちゃんとそのタワープレート、まあ、てかタワーで差をつけてあげる。CS 差で。これめっちゃ大事。うん、これでウェブクレアできてるからね、全部。全部なくなってるから。まあ俺カタリナに捕まんなかったら別にそんな問題はない。俺間に合うか？OK？うわ、俺スキルショット当たんねえな。いやー、残念。じゃあ相手全力だったな。でもシャッターンゲットしたな俺。なんでカタリナが死んだのか分からんけど。オッケーオッケー。でも次に買うのはこれでホライズン動かす。トゥルーダメージも増やすという効果があるので。
パッシブダメージが増えます、ベルコズ。スキル当てれば大体700以上だしね、レンジ。いいよ、みんな。2コア完成。こっから結構ね、パワー感じるダメージが出るようになるはず。てか、相手はあれだね、サイド全然押さないからゲーム長引いてるよ。だいぶ。だいぶ長引いてる相手、進んでないよ。ヘラルド取るんだろうけど。ちょっとファイト見てもいいぐらいだと思うんだよな。俺めっちゃ強いから。これ行こう、これ行こう。いい2回使ったね。レネクいい2回使ったね。オッケー。俺ちょっとごめん。キャリーしちゃいます。メダリンで帰ろうってきます。おい、まずい。守り切れるか。うぅ。グッド。おおい。これ下にかわさわぞ、これ。マジかよ。うぅ、トリポーキー。あ、惜しい。俺下手だな。スタンある？ナイス。うぅ、強くね、みんな。このチャンピオンデスキャップまでできれば、このパッシブの AP レート増えたから、とんでもないダメージで、本当にダメージにラグあるせいで。ナイスナイスナイス、グッドグッドと。で、皆さん見てください、スーパーミリオンのウェーブもこうですわ。爆速。これどうだ、お金足りるかな。結構早いのかな。オッケーオッケー。あ、スワイトない、もしかしてこれ。オッケー、ナイス。まあまあ大丈夫大丈夫。みんな逃げよう、これ。逃げよう逃げよう。さあ、デスキャップも完成。さあ、これでパッシブのダメージがね、512のこれトゥルーダメージですから、皆さん、これチングポイント、512のトゥルーダメージというポイント、これ非常に大事です。とんでもないですよ、これ。一回発動ごとにあの神の球食らったようなもんだからね。あ、これ待て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 、みんな俺がいないところで戦っちゃダメ。あ、まああれはあれ一旦ギブで、うぅ、青バフもゲット。今の Q の仕方ちょっとよかったね。ぽかったでしょ。あ、ストライクの追加ダメージ1100です。ありがとうございます。いや、見に行かない方がいい。見に行かない方がいい、これ。事故。あ、やっ、まだ触ってないね、こ。まだ触ってないならいけるよ。まだ触ってないならファイトできる。しっかり取りに行けるか。もう行こう行こう行こう。がっつりから出る人、誰か死んできていいよ、これ。What? What the fuck? ダメージ。わーお。ミッド押せるかな？今俺フラッシュいらなかったな。ここでフラッシュ使っちゃうと俺次のファイトめっちゃ怖いね。ウルト結構ね、クルダウン早いよね。AP760 です。よろしくお願いします。いや違います。830です。よろしくお願いします。AP830、トゥルーダメージ、1回ごとに678。ヨロ。マジで消し飛ぶよ。で、3回発動したら、絶対死ぬからね。もちろんこっちのダメージ、こいつ AP レートもバカ高いから。それも含めたら皆さん大変なことですよ。エイトロもこれも寄ってきてほしい、これ。ヘルプヘルプ。でもファイトしよう。これファイトしたら絶対勝つ。うぅ、オッケー、ゴーストエンドあるか。さあ、サミさん、ここで俺の Q 見といてください、原石な Q。 おい、まあ当たってたかな、理論上ね。まあ理論上当たってたから。いや、これエンドある、エンド、エンド、ノー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 、エンド、エンド、エンド、あ、GG! はい、GG です、皆さん。こういうことなんだよな。ちょ、ダメージ見に行こう、ダメージ。最高のスケールチャンピオン。